先日30代無能でも食べる方法をお教示いただいたものです。今回はドキュンネームについてお聞きしたいです。私の娘は空というのですが、ドキュンネームに入りますか読める人には読めるみたいですが、娘が困ることがあるのが心配です。ちなみに命名するときは意味を考えて作りました。えっと、あのー、まあ、えっと、ドキュンネームがあまりよろしくないよねっていうのって、その子がどれぐらい困るかなんですけど、まあ、でもちゃんと考えて、あの、一応はその、 あの奏でる音で空っていうので、まあ、一回言われたら、ああ、確かに空だねって思うので、そこまでひどくはないと思うんですよ。で、あの、別になんか、その、親がちゃんと考えてくれて、それで困らないと子供を持っているのであれば、それは別にそういうもんだよねで済むと思うんですよ。そのあの外国人とかで、そのなんかあの、ラモス・ルイみたいな名前の人が日本人になるとするじゃないですか。 で、まあ、ラモス類って言われても、その類って普通読めないよね、みたいなのもあるんですけど、でも別に、あ、類さんって読むのね、で終わりでいいじゃないですか。っていうのがあるので、別にあの、その、親がちゃんとこういう理由があって名前つけたんだなっていうのと、本人が困った時に、それが親のせいだなって思わないで、あの、まあ、こういう思いでつけてくれたんだよね。でも読めない人もいるよねっていうので、その、読めない名前がお,、まあ、がおかしいとか、読めないやつがおかしいとかじゃなくて、まあ、そういう人もいるよねっていうので、あの、割と、まあ、ま、 人生が幸せだったら名前が読みづらいぐらいどうでもいいですよ。でも人生が不幸だと名前のせいで不幸なんじゃないかなみたいなことになるので、なのでもしそのドキュンネームということが問題なんじゃなくて、その人生があの子供にとってよろしくないことが問題なので、なのでなるべくその子供が幸せになるようにいろいろ先回りして教育とかしてあげればいいんじゃないかなと思います。サントスさんとかも読めないですよね。<laughs> 3つの都市の都に主って書くんですけど、はい。